デニス・アルカポーン、1947年8月6日帯は、ジャマイカ・クラレンドン教区出身のレゲエ DJ、音楽プロデューサー。アルカポーンは、溶接工として、訓練を受け、ジャマイカパブリック、サービス社で働いていた。アルカポーンは、当時党内で人気があった、サウンドシステム、特に、ユーロイが所属していたキングトビーのホームタウンハイファイと、 パンパドゥが所属していたケントオンサウンドに影響を受け、1969年に二人の友人、リジーとサミュエル・ザ・ファーストと共にエルパソサウンドを立ち上げる。エルパソとアルカポーンは次第に人気を集め、これに注目したプロデューサーのキース・ハドソンの下で初の作品となるマーカーバージョンを録音した。この作品がヒットしたため、1970年のうちに、 スパニッシュアミーゴ、シェーズ・オブ・ハドソン、リベレーションバージョン、マカバージョン、ヒースカイズ・ザ・リミットを録音した。その後アルカポーンは、国村ドッドのスタジオ1に、活動の場を移し、ここで芸名を、本名のデニス・スミスから、デニス・アルカポーンと改名する。芸名の由来は当時流行していたギャング映画に、登場するアルカポネに自らを投影したからである。 ドッドの下で録音したナニーバージョンは大きなヒットとなり、アルカポーンはデビューアルバムフォーエバーバージョンを発表した。ドッドとライバル関係にあったデュークリードもこの人気に目をつけ、1971年から1972年にかけてアルカポーンのナンバーワンステーション、ザグレートウギ、ディーチザチルドレン、ムシカルアルファベットを録音した。また、バニーリーも 同時期にアルカポーンの、ライプチェリー、ガンズドンとアーギューを録音した。1970年から1973の間、アルカポーンは、上記のプロデューサーたちの他に、リー・ペリー、ジョー・ギブス、プリンス・バスター、アルビン・ラン・グリン、プリンス、トニー・ロビンソン、JJ ・ジョンソン、フィル・プラットの下で100枚以上のシングルと3枚のアルバムを発表した。また、 1972年には、ジャマイカのスイングシでベスト DJ に選ばれた。この時期、アルカポーンは、プロデューサーとしても活動を始め、自分自身や、デニス・ブラウン、オーガスタス・スパブロや、デルロイ・ウィルソンの作品を制作した。1974年には、イギリスのロンドンに転居し、1977年に、かけて4枚のアルバムを発表した。 1979年に母親と死別すると、アルカポーンの音楽活動は減少していき、半引退状態となったが、1988年にライブ活動を再開させると、翌1989年には、ウォーマドに出演した。1990年にはジャマイカに戻り、Q、ユーバニー、リーのプロデュースで、エイドリアン・シャーウッドのアルバム、ツーバッドカードに参加した。 1997年には、マッド・プロフェッサーのプロデュースにより、2ファーストセンチュリーバージョンを発表した。アルカポーンの裏声の規制を折り混ぜつつ、半分歌うような DJ スタイルはアイロイなどの、シングジェイスタイルの DJ たちに影響を与えた。また、アルカポーンと、同じくギャングスタネタを得意とする DJ のディリンジャーは、 キャリア最初期にはヤングアルカポーンという芸名であった。ありがとうございます。